なかなか火がつかないな。もっぺんやろうぜ、アグネア。しくじった数だけ成功も近づくってもんだろ。うん、諦めないよ。焚き木を集めてきたわ、お二人さ。ありがとう、キャスティンさん。無理しちゃダメよ。怪我するといけないわ。イナド、俺がすぐに起こしてやれるが。やらせてくれよ、旦那。汗をかきてえ気分なんだ。わからん。非効率だ。戻ったぞ。周囲に魔物はいないようだ。ついでに水も汲んできましたよ。やれやれ、力仕事は苦手です。働いた後の飯はうめえぞ、てめえのせい。そういえば狩人さんたちはどうなったかしら。大量大量。ほい、これがなきゃ始まらないでしょう。肉屋でも始めるのか。案外楽しいね、カリッド。ソローネはいいカリオドになれるぞ。オーシュットのお墨付きね。おや、ソローネ君、掃除屋からくら替えですか。うっさいよ、名探偵。下ごしらえはできたわね。あとは、みんなの楽しい夜のために。行くよ、パルティディオ。おう、アグネア。おれれ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 れ。おら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 。いい夜になりそうです。ああ、違いない。よし、肉焼くぞ、肉。なんかいいね。旅を始めた時はこんなの想像もしなかった。ええ、そうね。同意だ。何が起きるかわからねえからいいよな、旅ってやつは。あら、いけない、冷えちゃったかしら。布告の誰かが噂しているのかもしれませんね。ああ、考えていた、祖国の友達のことを。そなたたちとの旅で多くを学べた。帰ったら彼らのために生かしたい。ヒカリ君ならきっとみんなを幸せにできるよ。ありがとう。みんなとの旅が終わっても私は世界中を踊って巡りたいな。足がちぎれるまで。
その話乗ったぜ、パルテ&ロックカンパニーがな。蒸気機関車に乗って世界中に幸せを届けようじゃねえか。素敵だべ。蒸気機関車があればアグネヤちゃんの足もいたわれるわ。きっと救いの手も遠くまで届くようになるわね。キャスティはエイル薬師団を続けるのだな。同じ志を持つ仲間をまた探したいの。よっしゃ、その夢丸ごと乗っかるぜ。いいぞ社長。その計画には問題がある。まず世界人口から考えるに。先生、理屈じゃ夢は語れない。覚えておこう。オズバルドさんはこれからどうするの？やり残したことがある。次の会を求めるだけだ。あら、そう？オズバルド、顔には書いてあるわ、娘さんが気になって仕方ないって。会が出たようですね。デメノスは自らの貝が出たのか。まだ少し歯に肉が挟まっている感じです。わかるな、それ気持ち悪いよね。つまり何か気がかりが残ってるってことか。そんなところです。デメノスは探偵を続けるんだね。必要なら私が助手として手伝うわ。ま、報酬はたんまりいただくから。やれやれ、ダメつい助手ですね。でもソローネ君にもやりたいことがあるでしょ。私はこの足でどこか遠くへ行きたい。地図にもない、誰も知らないどこか。まだ見ぬどこか。みんなすごいな、やりたいことがあって。私は毎日うまいもん食いながらトト母のみんなを守るくらいかな。そんなんでいいのかな。お、歯に肉が挟まった。いいのよ、おしっと、立派な希望だわ。そっか。あ、流れ星。
何を見た？妙な夢を見た。どこか暗い知らない場所で黒い炎が灯った。それ私も見た。おいおい、マジか。俺もだ。みんな同じ夢を見るなんて偶然かしら。それは考えにくいな。どこかで見た覚えがあるような。しかしよく寝たな。まだ夜じゃねえか。変ね、もう夜が明ける頃なのに。周りを見ろ。何この黒っちいの。あれ、星が見えない。空が真っ暗。不気味だ。ただの夜ではない。オーシュット、この感じ、あの時の。みんな気をつけろ。あれは危険です。来るぞ。さあ商談と行こうか。行くぞ。かかった。変形カタパルト。よっしゃ。開始。オープン残終了。火炎を焼き尽くせ。こちら殿のために。十文字切り。今の何？キャスティと出くわしたことがあったな。でも何もわからなかったわ、あれのことは。俺も見たことがあるが、周囲の黒い物質、あれはハーベイの究極魔法と似ている。奴は呼んでいた。暗黒と。暗黒。その暗黒って何なの。わからんな、現時点では。いい迷惑だね。どこから湧いてきたんだか。ほぼ全てのことが不明だ。この現象が及ぶ範囲も。この森だけかもしれないし、もっと遠くまでかも。だったらこの目で確かめるしかねえだろう。賛成ですね。こうしちゃいられないよ。状況を推察するには手がかりが不足しています。剣を鞘に収めるのは早いようだ。どうだジオ、
旅を続けよう。この夜の先までな。相手になろう。ここからだ。こっからだ。変形カタパルト。あたしの番。押し通る。こちらの番だな。行くよ。よう、いらっしゃい。かかってきな。邪魔だ。行くぜ。望んでいた。生きるために、生き抜くために、死なぬために、死なせぬために。だが望むことは過ちだったのだ。今日を生きる価値などない。この醜く暗い世、明日を訪れさせてはならない。そなたは
足を望むか、アゲハ殿。火山、なぜ裏切った。無限様を王に押し、謀反を計画した貴様が。わしは爪を隠すものだ。すべてはこれを手に入れるためだった。黒血剣だ。黒血剣はクケの家宝、やすやすとは盗めん。一番の壁は無限だった。だから始末することにした。光殿の剣を使ってな。貴様、何者だ。私は長年クコクを欺いてきた。心と名を偽ってな。我がマナはおぼろ。すべてはこの世黒き明日を終わらせるための策。この剣には暗黒の力が宿っている。忌まわしき炎を消す力だ。そして炎を消すには見えがいる。呪われしダーケストの血よ。その血さえなければ砂漠が赤く染まることはなかった。これで終わらせる。光殿、さらばだ。私は世の果てへ行く。そなたが望んだ血の流れぬ世となるぞ。明日はもう訪れぬのだから。